こんばんは。こんばんは。私ってインスタライブ本当に突然やるよね。どうも皆さん、急遽にもかかわらず見に来てくださってありがとうございます。ちょっと何人何十人か集まるまでは雑談でもしてみましょう。始まりました。ちーちゃんこっち見て、見てるよ見てるよ。こんばんちほ、こんばんちほ。ものすごく白く映ってる。これはね、あれです、フィルターです。みんなスクショして、高井がインスタライブやってるよってツイッター見に広めといてください。大丈夫ですか？高井がインスタライブやってるってよって。播磨から来ましたってすいませんね、さっきは乱入しちゃって。違うの、あの違うのって何かって感じが、ドア開けたら播磨のいて、へーってびっくりして、で配信しててまたへーってびっくりして、で映ってないと思って大丈夫だって確認したら、もう一個のカメラの方にがっつり映ってて、へーってびっくりしました。コメント消せる。私が一回オフれば消せる。どうやってやるんだっけ。うわ、あ、一回コメント、みんながコメントできなくなるよ一回。ボル TV 楽しかったです、ありがとう。そう、さっきはボルトの公式 YouTube チャンネルでボル TV をやらせていただいておりましたね。さっきぶりさっきぶり。近いか。こんぐらいしようか。間違えてずっと TikTok 更新してました。インスタですよ。そう、袖可愛い、ありがとう。あ、皆さん自身でコメント消せるんだね。なんかね、最近アームウォーマーにハマって、これはねグレールで買ったんですけど、めっちゃいい。そう、届いたのやっとね、ネットでポチりまして。あんまり普段ネットで買わないんだけど、グレイルはすごいお財布にも優しいし、でもそんでもってめっちゃ可愛いから、ちょっと一着買ってみようって思って、去年もね一着買ったんだけど、これめっちゃ、そう、結構お手頃価格なんで、めっちゃ可愛いです。だから女子の皆さんはぜひお揃いにしましょう。髪型可愛い、ありがとう。でもこれはメイクさんです。無理です、私にこんな髪型はできません。オリボン、まだです。いや、なんか人集まったらにしようと思ったけど、人が集まったらの基準の人数が結局わからないので、もうしちゃいます。そうなんです、あと10分、お、ちょうどいい時間、あと10分後のキリがいい、あと10分後の8時20時に今夜もまた私が描いたイラストが NFT で販売されます。そうなんですよ、今 NFT で私のね、オリジナルデジタルアート作品を販売させていただいておりまして、そう、過去のインスタライブのアーカイブ見てもらったら、結構そこでもお話ししてるんですけど、そう、それがね始まって、
そうなんですよ。今日はチーズなめこというものが出荷されます。なめこ、ちょっとなめこをあんま話題に出してなかったから、ちょっとみんなあんまなめこのこと欲しがらないから大丈夫かなと思って。私はね、なめこもね実は推しなんですよ。あのね、豆苗ももう販売されたやつだと豆苗が結構割と推しだったんだけど、なめこも結構推してる。全部推しじゃんって言われそう。あ、そう、 NFT ですね、ハッシュタグ。そのなめこはちゃんとね、イラスト見てもらって分かるんですけど、大きい親のね、なめこの中にこう、なんか金、あのポニョの赤ちゃんみたいな感じでちっちゃいね、なめこがね、潜んでるんですよ。私のね、今回の作品はね、結構あの親子どっちも描いてるのも多いの。今晩の味噌汁の具材が決まった。なめこにして、なめこ、え、本当に食材、まあ、なめこは食材か。なめことか豆苗とか絶妙なライン攻めてくるのめっちゃ好きで、え、そう思った。なんか私も書いてて、なめこってなんかこの食材って言って書いてるあの野菜たちの欄に入れていいのかなと思ったけど、まあまあ私の自由でしょうと思って入れちゃいました。なめこの造形素晴らしいです。でしょ、結構ね時間かかったよ。あれね、色塗るのにめっちゃ時間かかったの、一個一個なめこの赤ちゃんの色を。そう、ブニョの赤ちゃんからの発想。そう、なめこインパクトあるかなと思ってね。やっぱあのトマトとか人参とかちょっと有名どころ、あのマイナーじゃないやつは入れるけど、ちゃんとね、こうなめことかマイナー系のものを入れてるんですよ。クーピーで書いたの、クーピーで書いた、全部 iPad です。キノコは野菜売り場に潜んでるよ。ですよね、ですよね。お、あと7分後ですね。マイナー勢も大喜び。え、そうなの、マイナーのものほど押してる、押してる。豆苗ってマイナーなのかな。え、でも豆苗ね、めっちゃね好きで、豆苗のね炒め物が好きなんですよ。ライブの遠征費用があるので NFT までは、いや、それはねもう皆さん自分のお財布とご相談していただいて、まあ、ただ、まあ、先着で一人様じゃない、あの1個につき1人しか買えないっていうのが決まりなので、ぜひね。でも結構みんな毎日チャレンジしてくださってる方もいるみたいで、今日も負けたみたいな今日もできなかったっていう方もいらっしゃれば、やっとゲットできたって方もいらっしゃって。豆苗知らなかった、本当ですか。おすすめですよ。トウモロコシは一粒一つ かわいいぞ。あら、トウモロコシを大事に育てていただいてありがとうございます。今日は配信終わらないんですよね、20時になって続けるんですよね。はい意地悪な。そう、やっぱあれ、そっか、初めての初日の販売の時は1回切ったんですよね、20時前に切って、もう1回緊張して売れてありがとうございます。そうそうだ、今日は試しに切らないでおこうということで、私はあのチーズなめこが出荷される瞬間をこのインスタライブをしながら見るという回になります。そうでもね、いつも見てますよ、ちゃんと出荷されたって情報もねいただくので。でも今日ぴったりじゃないですか、寒いからさ、なめこのねお味噌汁ぴったりじゃない。いや、天才的な順番だと思う、私が考えたやつ。
買うにはインダイ干さなきゃいけないってこと。そうだね、一回ちょっと、そう。でも20時10分15分とか、まあ10分ぐらいかなまではやってます。じゃあ20時になって一回離れますか。あ、確かに。フレームアウトしましょう。20時になったらバイバーイって言って、そうですね、59分ぐらいからフレームアウトしましょう。確かに50分ぐらいからフレームアウトして、じゃああと3分ですね。が売れたって思ったら戻ってくる。そのまま売れなかったらずっとフレームアウトしたまま、じゃあチーズなめこが出荷されなかったら一生このフレームアウト状態でことですか。そうですね。悲しい、悲しいよ。エスカレーターの他にフレームアウトゲーム、そう。まあでも今ちょっとすぐ NFT 買える状況じゃないよって方は、まあ明日とかもあるので、でももし今日ゲットできそうって方はぜひチャレンジしてみてください。多分ね、一回やってみて分かるのかな、買い方。買うには事前に仮想通貨を購入必要なんだっけ。そうですね、一回自分のウォレットとかを作っていただいたり、そこら辺の説明の配信は YouTube の方でも、ボルトの公式 YouTube に上がってる方でもやってるので、早送りとかしながらぜひ見てください。そう、クレームアウト1分前で、あー、みんなバイバイ。あと2分切った、あと1分だ。誰がとかあんま言っちゃいけないか。え、出荷されるかな、今日もされるかな。今のところありがたいことに全部出荷してますもんね、本当に。即出荷。いや本当に、私もよくねツイッターやってるから、ハッシュタグ NFT でツイッター見たりとかして、もう20時1分ぐらいになんか負けたとか言って、だから皆さん今日は頑張ってください。フレームアウトもするけど、なめこのことはよろしくね。バイバーイ。足だけ残っちゃう。しんどい。頑張れみんな。なんで覚えたの？全然。今一応20時を過ぎているので、あれですけど、ちょっとタイマーがね、まだうまく作動してないので。20時過ぎた。猫は誰の手元に行くのか。な。来るのかな。お。出荷が開始されております。
ちゃうことになる。はい。お、出荷された。フレームアウト、フレームインか。はい、フレームイン。バイバーイ。フレームイン。つくし。というわけで、チーナメコ。チーナメコじゃない。チーナメコじゃない。間違えた。あ、私ねちゃん、チーズナメコが出荷されました。ありがとうございます。いやでもこんなね、改めて私も見てはいたものの、こうやってね得ると、もうこんな美容で私の描いた子たちが誰かの皆さんのもとに、何かしらのもとに届くんだと思うと嬉しい限りですね。本当にありがとうございます。皆さん無理はせずにね、ぜひもうこの NFT のことを応援してくれてるだけでも嬉しいので、無理はせず。明日は何乗られるんですか？明日は、また明日なんだっけ？さっきボルマネさんがしめじとなめこ間違えて、しめじはめっちゃ後だったんですよ。だからしめじではない。はい。ダメ。今どうするしちゃった。なんだっけ。アボカドだ。アボカドだ。そう、なんかで、なんで思い出したかっていうと、カンニングしてませんよ。してませんよ。カンニング？あ、このコメント欄でってことか。ないですよ。ほら、何も手元に資料は、まあお茶とかあるけど。じゃあです。毎回あのスロット動画載せてるじゃないですか、ツイッターに。そう、でそれを前日か当日にもらうので、それで確認するんですね。あ、今日のスロットもらってないとか。でさっき、そう、明日アボカドだからアボカドのスロットもらわなきゃっていうのを考えてたのを今思い出しました。そう、でもさ、すごいなんかスロットを送られてくる時のマネージャーさんからの文章がめっちゃ面白くて、私たちにとって普通なんですよ。あの、本日はナメコですとか、明日のアボカドですとか、あ、分かりましたみたいな。 NFT をねしてる身としては全然普通に業務連絡なんですけど、何も知らないで見ると、すみません、こちらが明日のアボカドになりますとか、こちらが本日のナメコです、すみません、間違えてレタス送っちゃいましたとか、ちゃんと話した方がいいですよ、レタスとナメコの問題は。なんかレタスの販売の日の前、あ、当日かな、当日にやっぱりレタスの動画来てないと思って、あの、今日のスロットくださいって言って来た動画来たんですよ。で、私その動画まだ見てなくて、来たと思ったらその動画の下に、本日のナメコになりますって来て、あーと思ってツイッター載せようと思って、ツイッターのコテツイのね表を見たらレタスだったの。だから、すいません、あの、今日あのナメコじゃなくてレタスなんですけどって言って、で、すいません、あの、すぐに確認しますって言って、で、こちらがレタスになりますって動画が来たんですけど、なんかもともと来てた動画もちゃんとレタスの動画が送られてきてたのに、なぜかマネージャーさんがナメコって打ち間違えしちゃったみたいで、そう、私もね、送られてきた動画見てなかったの、最初見てなくて、ナメコですって文章だけ見ちゃったから、今日レタスなんですけどって言ったら、そう、でも普通にレタスの動画を送りながらナメコですって言われて、もう大混乱、混乱、混乱。そう、もうね、
なんか私あれのツイートする前にもう本当に10回ぐらい動画見ます。ちゃんと今日のやつかなっていうのと、そうアボカド推しメンなのにバイトかぶり。そんなスロットじわる。チーズなめこって実際食べたことありますか？ありません。絶対チーズに合わないでしょっていうものもあるけど、それはそれは仕方ない。スロット動画のちーちゃんの PR 文章が毎日楽しみです。ありがとうございます。すごい近くでしょ。大混乱、大混乱ですよ。そうだから皆さんぜひね、あのスロット動画も見つつ、私の固定されてるツイートの表も見つつでお願いします。もしかしたら私もあのアボカドの動画載せながらなめこですって言ってる可能性もあるんで。アボカド好きだ、好き。そう、ありがとうございます。というわけで明日はチーズアボカドになりますので、皆様ぜひね、あの無理はせずに本当にね、返そうって方はチャレンジしてみてくれたら嬉しいです。初の作品なので、初作品をねたくさんの方にゲットしていただけたら嬉しいなと思ってます。ちーちゃん毎日何かしらの配信してくれてありがとう。こちらこそ。じゃインスタライブはちょっとアーカイブを残したいと思うんですけど、もし残らなかったらすいません。ではまたお会いしましょう。短い時間でしたがありがとうございました。明日はチーズアボカドです。8時、20時です。20時です。ちーちゃんの雰囲気めちゃくちゃ好き。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ハート。ではまたインスタライブでお会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。ボル TV から見てくれた方もありがとうございました。ん、何、何、何、今わーって呼んでなかった。びっくりした。わーって言ったから誰か入ってくるのかと思ってた。誰もいなかった。バイバーイ。NFT よろしくね。